はいはい、どうも。こんばんは。この服のホームラちゃん可愛いよね、マジで。映画で見れるんで、ぜひ見てください。辻の絵。辻の絵、そうやね。あ、そうだ。これは消しとこう。興味ないなら見てください。劇場版の前後編だけでもいいんで、あるならテレビ版で。面白いことは保証します。よし、なんか配信しますとか言った方がいいかな。フィルムまだ配ってたよ、一応ね。でもね、当たったのは糸やった、ただの。女主人公とか関係ないよ。キューベは可愛いんじゃないかな。いや、基本的にはテレビ版準拠で話は進むんで。テレビ版合わんかったか、マジか。映画はまだ3回ぐらいしか見てないけど、まあ別に回数で競うってわけじゃないしさ。あ、マミさんかっこいいやん。お、よろしくお願いします。一応ね、これ回線見んとね、時々回線ゼロの外国人が来るからまずいんだよ。いやいや、久保さんはもう今75キロ切ったんだよ。30キロ近く痩せたらしいよ。25% 以上削減。あ、そうやね、今前後編まだタイムシフトで見えるわ。この前の金曜日やった気がするから、うん、今すぐ見るんだ。あ、久保さんね、すごいな。あ、マジでってま、姉さん、ハルくん対応の例が増やしてきたんだけどね、ちょっとまだ操作難しい。それ以上に相手も対応難しいんだけど。火球、状況開始。火球、強くいきます。しびれる、ジャンプ B が火球、情報ちってます。最近の流行り。しびれる状況下。下級。せん。はい。いや。そんな。落ちてない。はい。いや。しびれる。よかった。はい。そんな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 。よし、続け。いや。そんな。落ちてない。そんな。そんな。消えてなくなれ。これからです。いや。あ、バカ。これね。マイナスフレーム以上になんか。しびれる。ちょっと、なんか姉操作しないんだけど、大丈夫。なんでキャラ間違えた、大丈夫。姉が一回も動いてない気がするんやけど。あ、やっぱりこんな気がしたよね。ないない、あ、ばれ、え、ないない、なんなのなんなの。いや、ガード死んどいてよ。なんだなんだ、ボタン配置か、そういうことか。テイガー、応答しろテイガー。
通人か。ここの絵ニルヴァーナ久しぶりだな。あるある。うん、リボタンないのは分かったけどガードせんといてくれ。え、でどっか行くんだ。別にキャラ選択画面で帰れるのにね。お、久保さん、え、どうした？いやマジでワクチーさんの放送に突撃してたんだ。いやちょっと見に行ったけど、なんか居酒屋使ってたからまあいいかなって感じでどっか行ったんだけど。壊したか。ザ・ウィンド・オブ・フェイト・イズ・ターニング。かわいいで。リーベル・ワン・アクション。スイッ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 続けろ。スイッ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 ちょっとミスった。お、よし。これバースしないとガンプ前から走ってくるからね。覚えてますね。スバキどうした？うわ、やっぱり。バースト使っちゃうかって言うけど、あそこでバーストしないと死んじゃうよ。どっちも一バーストするんだからさ。何ミス？そうそう、タッチ C、 タッチ C からブラックホールやろうと思ったら 6C になった。うん、とりあえず160戦ぐらいやって15段だった。71戦か。いやー、白明さんガードできないからな。うん、あとはバーストできるとかあるけど読み合いもあるしな。まあ、ランクマだし勝率なんてね目安にはなるけどね。あー、上りジャンシーからキャラによってちょっとディレイ違うかもしれん。その初めのジャンシー
ジャンキャンから出すときにね、高さが。ここ内だとほとんど高さいらないし。最強かわかんないけど強いよ。そうそう。雷設置して3チームに入れて、もう3300で。あー、痛い。お、なんで抜けてんの？はい。これで。じゃあそこまでやるなら。とりあえずこれでラインを上げて。無理にしな。方陣展開ができない白面なんですね。そんなとこで使っちゃう。50% ないんだ。終わりなんだな。あと40秒じっくり。ああ、神はいなかったごめん。まあ、あれは雪風されんかぎり負けんと思ったのか。いや、白面にこれ読み合いすら起こらないでしょ。銃の話しよっか。シュマちゃんでギリギリだね。金出せるレベルっていうと。シュマちゃんぐらいなんか、あればいいんだけど。ジルだと、いやーなんかみんなハートブレイクしてくからさ、こうやって出すの好きなんだ。ジルって500円だったっけ？そうそうそう。重力でタメロクエ、雷設置、立ち火。そのパーツは絶対使うから入れといたの。あ、そっちもやったけど。安定コンボで4900だから。殺せるならそっち選択した方がいいよね。あ、ちょっと。お願い。状況開始。呼吸。あ、お願い。
直画してちゃんとリバーチしましょう。あれなら今のならねリバーチ取っちゃう。あと2回かな。これめっちゃアズラエル、まあ、はめれなければいいんだけどね。一応読み合いにはできる。ニルヴァーナか。久しぶりだね。アズラエルじゃね、立ち回りが無理。通常技はね、ジャンプ B、バックジャンプジャンプ B が超強いよ。あと 3C。それだけでアズラエルいけるレベル。だからさっき言ったけど、殺せるなら、その安定コンボでいいかなって。わざわざ難しいやつチャレンジする必要ないし。で、4900だから、大抵のキャラ半分持っていくと考えれば、そんなに状況ないんじゃないかなって。フルコンで7500入れると。まだわかんないけど、アドマバルク剣倒あたりはどうなってるかわかんない。はい、はい、はい。ほら、ヒーロー、はい、
あーごめん。してくれるんだよ。おいおい、ほら移動設置。おいおい、あれそら、じゃあ、あっバンカー設置。ほら移動設置。おいおい、そらこんなものか。バーストユーズかな。はい、あれバーストストーンしかないもんね。あえて殺さずにもうガークでいいや。よしよし、今の超飛で殺せたんだけど、超飛コマンドなんか真空波動だけど出にくいから、今のはガーフの方が安定。もう少しおとなしくできないのか。これあれガーフ通ったらあと3回くらいガーフできたね。なんかね、キーコンフィング見てね、出てるはずなのにね、出てないっていう謎の現象が起きてる気がする。アートブレイク。うん、確かにガーフの方が気持ちいいしね、練習にもなるしね。いやいや、ガーフ確定なんていっぱいあるでしょ。ギルキなんて、ブリジットとかジョニーとかさ、こっちも金とか、ちょっと弱い系でも持ってるじゃん。ねえ、カルなんて昔詐欺ガーフとかさ、無理じゃん。それで、ダミーロブフェイトイズダーニン。ビーレルはアクションよ。じゃあ落ちたな。いや、レイ。いや、しびれる。火球。上昇戦。まっせ、なかなか。行くぞ。消えてなくなれ。しびれる。次。火球。コンフェイ。いや、レイさん、まっせ。これからだ。あれ使っちゃうか。じゃあ落ちたな。せいか、せいか。あうわ、届かないの。うわーあるあ、当たるか。ここの絵ってインド人っておかしいやろ。
うわーごめん。あしまったな、今のコンボミスった。じゃあ、シーアクティベートでよかったな。ゲージ量が足りるかなーって感じだったけど。あ、違うわ。2C6C やったから、ジャンビーで殺した方がいいかな。消費も入るしな。いや、判定自体はあんまないけどね、なんかよくわからんめくり判定があるんだよね。普通に裏落ちする判定だったら負けるんだけど。前進するせいで時々対空が変な感じ。まといさんがいるし。いやいや、オルティさんなんて持ってませんよ。マジで。それはおかしい。うん。ザミールオブフェイトイズターニング。リーベルワン。やばい、延長忘れた。あと2分半。大丈夫や。終わらせる。雷入れなかったんだよね。あ、違う。ああいう時はジャンプ B 一段からジャンC 入れ込まなきゃ。バックジャンプしてることは簡単だよ。今、ジョイナットったら死んでるよ。で、リーフ化しないと。ほら、そしたら。あー、そこで使っちゃうか。はい、死んじゃうよ。うわマジか。正義だ。はい、あ、逆に。あ、逆に。あ、ごめん。やってない。よし、あと1分。ギリギリ。好きにしろ。ここの絵。え、ちょっと待って。1分前までしかできへん。ああ。そんなバカな。今、5秒足りんかった。ああ、そんなハメがあんの。立て直しまーす。